ちょっと溺れかけた。こんにちは、アジーンです。今回はいよいよ発売の動物の森をイメージしたスライムパレットを作っていきたいと思います。今回はこちらのダイソーで購入した収納ケースを使ってスライムパレットを作っていきます。まずはスライムを作っていきます。クリアスライムを作ります。皆さん、いよいよあつ森の発売日が近づいてきました。失礼いたしました、あつ森と出てしまいました。そっちのあつ森じゃないんですよ。集まれ動物の森。いやー、もうすぐね発売じゃないですか。皆さんは予約しましたか？スライムを作りながらね、ちょっと動物の森について話したいと思います。お水を加えます。今回のスイッチ版の動物の森ってスイッチの本体1個につき1つしか島が作れないじゃないですか。兄弟とかね、家族がいる人って皆さんどうするんだろう。やっぱそれぞれ自分の島持ちたくないですか？スイッチを2台とか買うってことね。えでも今スイッチの本体も売ってないじゃないですか。どうしろと発売日は近いのにスイッチの本体もないし、同時に一つの島でみんなでこう遊ぶことはできるみたいなんですよ。ただ島をそれぞれ作るとなると本体が必要になるみたいですよね。それってね、ちょっとどうなのと例えば編集メンバーと私だとすると1個のソフトと1個の本体じゃできないってことなんですよね。はい、ということでちょっとね疑問が残ります。兄弟がいる方はもともと2台とか自分のマイスイッチ持ってるのかな。ね、そうかもしれないですね。スライム完成しました。こちらのスライムを使ってスライムパレットにしていきます。まずは食用色素を使ってスライム着色していきます。青色を使います。これでね、海を作っていきたいんですよ。海とか川とかそんなイメージです。動物の森って言ったらもう魚釣り、虫捕り、そのあたりのイメージが強いので、今回もこのパレットで再現していけたらいいなと思います。海、川かな、海かな、海も川もありますよね。もう少し濃くてもいいか。グリッターをまぶします。少しにしよう、少しに。編集メンバーがこういうねホログラムも入れてみたら綺麗な海になるんじゃないかなって言ってたので、今回はこれを入れてみたいと思います。アドバイスをね参考にします。いろんなサイズがあるんだ。このくらいでいいと思うんだよな。おお、ほんとだ。あ、なんかいい感じ。うん、少し入ってるとこの透明感があって綺麗な海になるんじゃないかなって言ってたんですよ。ほんとだ、すごいすごい。わーすごいめっちゃ綺麗だ。鬼滅の刃のスライムパレットから、結構今までのスライムパレットってこの一マスでデコレーションとかを完結させてたんですが、鬼滅は結構ね6マスとかこうまとまったところでその一人をイメージしました。で今回もこの横とか縦で再現していけたらいいなと。一マスではなくこの大きい面を使って作ります。少し濃い色も用意しました。左からこう薄くなるような感じで配置していこうかなと思います。2色ずつ、2
マスずつぐらいかな。続きまして、こちらのダイソーのモチッとのびる粘土とスライムを混ぜて粘土スライム作っていきたいと思います。土台のスライムを全ての面作ってから最後にトッピングで仕上げていきます。全部ね作ってる間に多分トッピングが沈んでいってしまうと思うので、そこも考えながら最初に全面スライムで埋めます。こちらのシェル&砂詰め合わせの砂を使っていこうと思います。これはキネティックサンドではないです。砂浜感を出すために粘土スライムの上にこちらを振りかけてみようと思います。で仕上げに貝殻をのせます。いや、どんな感じになるかな。キネティックサンドとね迷ったんですが、ガチなやつねしてみました。グリッターをまぶします。これがメイン的な色なのかな。これがメインですね。ホログラムも加えます。増量。だいぶ森感がね出てきたと思います。ここにね砂をまぶせば一気に来るんじゃないかなって。トッピングパーツを作っていきます。100均の粘土でキャラクターを作ります。しずえさんの完成です。100均の造花にこちらの発泡ビーズを接着していきます。ランダムにつけていこうと思います。リンゴの木ですね。動物の森といえば木。たまに蜂の巣が落ちてきます。どうでしょう、ちょっと森感が出てきたんじゃないかなと思います。この木は自分でこのくらいあったサイズのをカットして使ってます。それでもちょっと大きいんですけど。砂をトッピングしていきます。ここね砂浜にします。ダイソーのガラス細工の熱帯魚です。魚ということで置いておきます。貝殻をトッピングします。大きいやつも置いとこうか。ちょっとこれ多分ねお金高いですね、売るとね。いろんなところにランダムに置いてあるといいかも。ダメだ、照明で飛んでしまうのでこれも混ぜて使いたいと思います。ちょっと飛んじゃうな。で木をねここに設置します。そしてベンチ。
どうやって入れよう、ちょっとこのベンチ。あー、想定外に大きかったな。ちょっと大きいですね、このベンチ。せっかくなのにな。どうやって置いたらいいんだ。はまっちゃうよね、こうすると。いや、さすがにないな、これは。ちょ、さすがにベンチないな。これはちょっと置けないか。木をこっちにしますね。そしてこちら、お湯丸で作っておいた葉っぱのアイテムです。こちらはタヌキチをイメージして置いていきます。ガチャガチャのコインもベルの代わりにしたいと思います。飾っておこう。お金ね、お金大事。アクアビールで作ったお花です。あ、どこに。先日ゲットしたチョコエッグも飾ってみました。ちょっと溺れかけてる。そしてしずえさんをイン。はい、完成です。動物の森のスライムパレットを作ってみました。皆さんもぜひ作ってみてください。